くりしてる。びっくりしてる。うん、なんかなんていうか、はい、痛みが取れるとともに、はい、めっちゃなんか軽いです。軽いでしょ。はい、そんな背中凝ってるつもりじゃなかったのに。ね。でね、そうするとね、ほらさっき触った時、背中が柔らかくなってるの分かる？なんか先生の手がより奥に、はい。そう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 、そうなんですよ。うん、ね。なんか、はい、頭すっきりしてきます。でしょ。でということは、うん、実は足の疲れがこっちに上がってきてたんだよっていうことなんですね。うん、で今がちょっと背中ちょっとまだ硬いところちょっとしっかり緩めてみますから。痛っ。空気穴作っていいですか。あ、どうぞ。空気穴だから。空気穴作って。これぐらいだったら大丈夫かな。はい。ギリギリ。痛い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 。この辺とかこの辺に行っちゃうんですよ。嘘、痛い。嘘言わない。これは何かって言ったら肝機能の疲れとか、まあ、左はね、対人関係のストレスとか。そうだ。はい、思い当たりない？あります。じゃあその人が原因。肝臓弱いってよく言われる。あ、肝臓が弱いもんね。はい。どっちもでストレスもあるけど。ストレスもあるけど。お酒は飲まないね。飲みます、うん、けど。はい。まあ、一応止められました。止められるね。痛っ。あ、すっきりした。すっきりしたね。びっくりした。びっくりしたよね。痛い。硬いですか？普通ですか？痛い。まあまあ、普通ぐらい。普通か。うちで言うね。うわ、そう言われるのが痛い。レベルが違うからね。脇の下はね、このリンパ液っていうのがこう流れてて、リンパ液って何ですかって下水道みたいなもの。で、ここを押さえて痛いっていうのは下水道が詰まってる感じ。血管じゃないんですか？痛い。血管じゃなくてね、下水道みたいなもの。痛い。痛い。うわぁ。
気温の寒暖差とか。そんなんあるんですか？ある。右側はね、気温の寒暖差とか、時間に追われてるとかね。あ、それはあります。痛い。はい、ここ。痛い。そんなストレスが。かかります。ここ押さえて今ポコペコ音鳴ってるでしょ、はい、これポコペコ病って僕名前勝手につけてるんだけど笑わせないですか。100人に1人ぐらいね、あの筋肉が硬くなりすぎるとこの辺がね、あの硬くなっちゃってね、太鼓みたいにポコペコ音が鳴るんですよ。100人に1人ですか、はい、先生ちょっとストップ一瞬ストップなんかここ、はい、手の方に行くでしょ、 手が上がらないって、はい、上がりにくくなっちゃう。なんでこいつが硬すぎるからね。ちょっとあかんやめとこう。いや、だからびっくりしました。びっくりしました。何やろこれこれがね、結局ね、右手がね使いすぎてるから。あ、利き手だから。利き手からか分かんないけど、あのここを使いすぎてるから、はい、こいつがね硬くなりすぎると手がしびれたりするんですよ。最近手しびれてなかった？それはまあ大丈夫です。大丈夫でした？動くようになってきたでしょ今。びっくりした。僕すごくびっくりしました。痛いっていうより。そう、痛いよりびっくりした。びっくりした。びっくりした。その後に手が一瞬ブワーってなる。ワーってなるね、うん、あの脱力感に襲われるんだけれども、はい、ここね。でもまだポコペコ鳴ってるからちょっと軽く緩めるね。ちょっと緩めてる。めっちゃ緩めてる今、はい、3分の1ぐらい見つけた。ちょっとそこ痛いで。ここ痛い、ね、痛いけどね、ここはやっといた方がいいやつ。はい、まあ、ポコペコ音がちょっと減ってきたよね。はい、びっくりしたね。びっくりした。ポコペコポコペコ音が鳴ってたね。痛い。で、それで背中触らさせてもらって、はい、なんですが、はい、それでね、背中ね触るとほら、すごく柔らかくなってます。柔らかっ。わかります？はい、全然最初違います。違うよね。お尻も全然。お尻も全然、なんかこの辺もめっちゃ柔らかいね。柔らかいです、柔らかいです。柔らかいね、はい、素晴らしい。素晴らしい。はい、では上向いて休みましょう。仰向け、仰向け。ここびっくりした。ここびっくりしたよね。なんか変な倦怠感がある。倦怠感は仕方ない。なんかこの右腕だけそう。あ、目が見えます。目が見えるよね。はい、あ、別に見えてましたけど。見えてるか。見えやすくなってる。見えやすくなりました。よいしょ。じゃあここ痛いって。だからもう痛い。だから痛いよ言ってるじゃん。痛い。人生で一番痛いって言ってる。痛い。人生で一番痛い。今日がね。今日の日は痛い。セリフが一番痛い。痛い。なにこれ痛い。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